プラハ市電のタトラカータトラカーは、チェコプラハに存在したタトラ国営会社スミーホフ工場で開発、製造された路面電車車両の総称である。チェコスロバキアや東ドイツ、ソビエト連邦などの東側諸国を中心に世界各国に導入された。この項目では、他社によるライセンス生産で製造された土偽の路面電車車両や東ドイツに導入された。 KD タトラ製の二軸車 T2D、B2D についても記す。タトラカーの技術の基礎となった PCC カー第二次世界大戦により多くの被害を受けた東側諸国の各都市では交通機関の復旧が急務となっていたが、戦前のヨーロッパの主流車両であった小型のに、軸車では増え続ける乗客への対応が難しくなっていた。 そこで1947年、チェコスロバキアのタトラ国営会社、スミーホフ工場は、1936年以降、量産が行われていた、アメリカの高性能路面電車、PCC カーのライセンス生産契約を締結。1951年に製造された T1 以降、1999年までの間に、多数の車両が製造された。特に1949年に、 ソ連主導で共産主義国家による経済協力機構である経済総合援助会議が結成されて以降路面電車の標準型としてスミーホフ工場で製造された路面電車が供給されることとなり東側諸国へ向けて大量に生産されることとなった多くのモデルは奇襲点に折り返し用のループ線を持つ路線の形状に合わせ変運転台かつ片側のみに 扉がある車体を有していたが、T6C5 や KT8D5 など、導入路線の需要に応じ両側に扉を持つ、両運転台の車両も製造された。1998年に、KT タトラが破綻し、シーメンスに吸収されたことに加え、超低床電車の普及や車両自体の老朽化に、伴い、各地の都市で、廃車や、他都市、保存鉄道への譲渡が進んでいる。だが、 その一方で、制御装置の交換、車体更新、低床車体の挿入などの機内化も実施されており、タトラカーの機器を流用した新型車両の製造も行われている。ドレス電子電で運用されている路面貨物電車、カーンコトラムも引退したタトラカーの台車などの部品を再利用して製造された車両の一つである。KD タトラによって製造された各種のタトラカーは、 以下の付与法則に基づいて形式が定められている。また、T5、T6、B6、T7、KT8 の各形式については、上記とともに以下の形式表記がなされている。アメリカの PCC カーの技術をもとに開発された第1世代。1951年に試作車4両が製造された後、 1952年から1958年までに187両が量産された。ほとんどの車両はプラハなどチェコスロバキアの都市に導入されたが、一部はポーランドのワルシャワやソビート連邦のロストフなどに向けに製造された。1987年までに営業運転から引退したが、最初に製造された TW5001 を含めた車両が各地で保存されている。 1955年から1962年にかけて製造された形式。タトラ T1 から寸法や外見が変更された。ソ連向けに製造された T2SU は扉の数が前後2箇所に減少しており、その分座席数が増加した。重量面の問題が指摘され、1962年以降の製造は改良型のタトラ T3 に置き換わっている。 ほとんどの車両は1980年代までに営業運転から撤退したが、一部車両は内装の近代化やヘッドライトの位置変更に加え、T3 と機器を統一した T2R に改造されている。タトラ T2 で指摘された問題点を改良し、車体の構造や内装を改め生産性も向上させた第三世代となるタイプ。動力車の T3。 付随者の B3 が製造され、特に T3 は1960年から1989年にかけて計13,991両が製造された。1990年代以降は改良型の T3R、T3RF が増備されたほか、2000年代以降は機器交換、車体更新、 低消化などの近代化改造や機器流用車の製造が行われている。1960年に製造された試作車を経て、1967年から東ドイツ向けに T3D、B3D が製造、輸出されたが、シュベリーンなど一部の都市では、車体幅の関係で、ホームとの隙間が狭くなりすぎるという事態が生じた。そこで車体幅を、 T3 の 2500mm から 2200mm に狭めたのが T4 と B4 である。1967年から1987年にかけて製造され、東ドイツ向けの T4D、B4D に加えて同じ条件下にあった、ソ連の各都市向けの T4SU、ルーマニア向けの T4R、ユーゴスラビア向けの T4U、B4U が製造された。 特に東ドイツの多くの都市では逼迫した輸送需要に対応するべく、電動車である T4D が2両の付随車 B4D を牽引するグロスザグと呼ばれる編成を組んで使用された。1969年に両運転台化改造が施されたポーランドズオ t ティ 4D など各都市の事情に見合った改造が早い時期から行われており、1990年代以降は、 旧東ドイツの各都市で台車の交換や車体更新、低床化などの近代加工事も実施されている。1976年から製造が行われた第5世代の車両。それまで製造された車両から車体形状が大きく変更され、丸みを帯びたデザインから全金製の角張ったデザインに改められたほか、モーターや制御装置などの走行機器についても PCC カーに、 基づかない新たなコンセプトで製造されている。試作者として製造された T5A5、T5 バイト6に加え、1978年から1984年にかけて、ハンガリーのブダペスト市電向けに T5C5 が322両製造された。また、2002年以降一部の T5C5 は制御装置をイベットトランジスタ制御に換装し、形式名も T5C5K。 T5C5K2 に改められている。1980年代以降に登場した第6世代の車両。T3 を含めた各都市の老朽化した車両の置換用に安価かつ整備の簡略化という要望に適した設計になっているのが特徴で、車体は T5 と同様の角バッタデザインになっている。各地の仕様に合わせた以下の4タイプが製造され、一部は KD 社破産後も別企業が引き続き製造を行っていた。T6 バイト5主にソ連向けとして製造された形式。ソ連各地に導入された T6 バイトの SU に加え、ブルガリア向けの T6 バイト5バイト、北朝鮮向けの T6 バイト5系が製造された。ソ連向けの車両に関しては、KD 社に加え、ドニプロにあったジャンズ工場が23両をライセンス生産している。 また KD タトラ破産後は、イネコントラムが残された車両の製造を担当したた、タトラユークもライセンス生産を継続し、最終的に2013年まで新車の販売が行われた。T6A2B6A2T5A5 の試験結果を元に開発された、車体幅を 2200mm に狭めた構造のモデル。 1985年に試作車が製造された後、1988年から量産車の製造が行われた。東ドイツの各都市の路面電車における老朽車置換用に製造された電動車 T6A2D、付随車 B6A2D に加え、1991年以降は、ブルガリアのソフィア市電向けに T6A2 b イトが1997年には、 ハンガリーのセゲド市電向けに T6A2H が製造されている。T6A5 主にチェコやスロバキアの路面電車用に製造されたモデル。サイリスタ直波パ制御を採用し、電力消費がそれまでの車両よりも削減されている。3時にわたって量産が行われ、1998年の KD タトラ社の破産後も2002年の工場閉鎖まで新車の製造が行われた。 また、T3 の大枠や機器を流用した T6A5.3 も提案され一両が製造されたが、営業運転につくことはなかった。T6C5 アメリカ合衆国のニューオーリンズで公共交通機関を運営するニューオーリンズ地方交通局からの注文を受けて製造されたタイプ。T6A5 を元にしながらも、冷房装備や両運転台など独自の仕様となっていた。 1998年に一両が製造され、ニューオーリンズで試験運転が行われたが、KD 社の破綻の影響を受けて注文がキャンセルされ、2001年にチェコプラハに返却された。2003年からはドイツのシュトラウスベルク鉄道で使用されている。1980年代から90年代にかけて製造された形式。 T6 バイト5を元にした設計で、定員数が増した一方、重量も増加している。製造は、T7 バイト5の8両のみに止まり、KD タトラ社が所有し、チェコで試験に用いられた1両以外は、ノルウェーやソ連に輸出されたが、2000年代までに、営業運転から撤退した。そのうちノルウェーのオスロシデンに導入された車両は、旧西側諸国へ導入された初めてのタトラカーとなった。 それまで製造されていた単車よりも定員数が多い連接車を開発するため、1964年から1965年にかけて製造された試作車。車体の構造は T3 を元にしていたが、電子機器に関しては独自の設計がなされていた。チェコのオストラワで試運転が行われたが、機器の故障が相次いだこともあり、 1968年から3年間運用された、後 KD タトラへ返却された。各地の都市に在籍していた二軸車などの旧型車両の置換用に製造された連接車。故障が相次いだ K1 の試験結果を踏まえ、T3 に導入された電子機器をそのまま用いている。1966年に試作車が製造された後、 1967年から1983年にかけて社会主義圏の各都市に向けて量産車が製造された。そのうちソ連向けの車両は K2SU、ユーゴスラビア向けには K2U の形式名が付けられている。1990年代以降は各都市でサイリスタ制御への換装や車体更新、低床車体の挿入などの近代化工事が 行われているほか、一部の都市には、K2 の機器を流用した新型電車が導入されている。エジプト回路自然向けに製造された連接車。K5AR という形式名が付けられていた。両運転台式で車体にはコルゲートが備わっており、電子機器は熱帯機構に対応するよう設計されていた。だが、保守面の都合や軌道の悪さが原因で急速に老朽化が進んだため、 1980年代半ばまでに全車とも営業運転から撤退した。老朽化した各都市の二軸車の置き換えのために開発されたタイプ。それまで製造されていた連接車と異なり、ボギー台車が設置された車体がサブフレームと屋根状の機器によってつながる連接車体となっており、K2 と比べて安価に導入でき急カーブや急勾配に適した構造になっている。 東ドイツ向けの車両は KT4D、ソ連向けは KT4SU、ユーゴスラビア向けは KT4U の形式名が付けられている。また、1983年以降に製造された東ドイツ向けの車両は、主電動機がサイリスタ制御に変更され、形式名も KT4DT に改められている。さらに1991年には、 北朝鮮向けの KT4K が50、編成製造されたが、技術的な問題から2つの車体が溶接され、ボギー車に改造された。2000年代以降は、各都市で超低床電車への置き換えが進み、廃車もしくは別の都市への譲渡が進む一方、低床車体の組み込みや再利した制御装置への、換装をはじめとした、近代化も行われている。 チェコスロバキアなど社会主義国家における需要増加に対応するべく多数の乗客を積載できる車両として開発された連接車。サイリスタ制御方式を採用した車両で運転台が編成の両側に備わっており、着回し用のループ線が存在しない路線でも使用されている。1982年から設計が始まり、1984年に試作車が完成。 その後1986年から量産が始まり、1990年代までチェコスロバキア、ユーゴスラビア、北朝鮮などの各都市に導入された。チェコスロバキアやユーゴスラビア向けの編成には KT8D5CS、北朝鮮向けには KT8D5K、ソ連向けの車両は KT8D5SU の形式名が付けられている。また、 1998年から1999年にかけてチェコのブルノ市電向けに中間車体を低床化した KT8D5N が導入されている。2000年代以降、チェコとスロバキア各都市で使用されている KT8D5 の一部に近代加工事が施行されている。RT6N1 車内の60%が低床構造となっている超低床電車。 三車体のうち前後の台車に動力が備わっている。1993年に試作車が製造され、チェコの各都市で試運転が行われた後、1996年以降、チェコやポーランド向けに経営19編成が製造された。しかし、ブルノなどチェコに導入された車両は、故障が相次ぎ一部の保存車両を除き、ポーランドのポズナンへ譲渡されている。 またポズナンに導入された車両については2011年以降、マダートランズによって近代化改造が行われており、形式名も RT6MF06AC へと改められている。RT6S1996 年に1、編成が製造された60%低勝者。RT6N1 と同型の車体の製造を KD タトラが、キキルヨシーメンスが担当している。 リベレツで試運転が行われた後、1998年12月から営業運転を開始したものの、KD タトラが破綻したことでそれ以上の製造は行われず、唯一製造された編成も、機器の故障や小型車輪の摩耗の速さなどの要因で2003年に営業運転から撤退した。マニラメトロレールの開業に合わせ、KT8D5 をもとに製造された連接車。 KD カトラが破綻し、シーメンスに吸収される前に登場した最後の新形式である。1995年に製造された試作車は、両運転台式であったが、両三車は、片運転台式となり、通常は三編成を連結した状態で、営業運転を行っている。東、ヨーロッパ圏内での路面電車車両の生産を、タトラ国営会社が行うというソ連主導の、 新体制に基づき、それまで東ドイツの豪多車両製造が製造していた T2 から62、B2 から62系の設計を受け継いだ二軸車。形式名の D はドイツを示し、T4B4 では輸送力が過剰となる東ドイツの小規模路線へ向けて生産が行われた。1990年代に民営企業となった KD タトラでは、 従来のタトラカーに代わる標準型車両として複数の超低小電車モデルの設計を行っていた。これらの車両はまとめて L シリーズと呼ばれ、運転台や電気機器、内装など使用箇所がモジュール構造を採用することで統一されており、動力台車は床上高さが高くなる一方で、車輪や線路の摩耗を抑えメンテナンス面でも有利な回転軸、 車軸付きの従来型のボギー台車が使用されることになっていた。だが、2000年に KD たトラが倒産した結果、全形式とも計画のみに終わった。ありがとうございます。